はい、卵の殻の中に、ミョウバンの結晶を析出させる、ジオードを作ろうというものです。ジオードって何かって言いますと、これまだちょっと途中なんですけど、よく岩石にですね、裂け目があって、その中に、キラキラしたこう、まあ、宝石みたいな結晶が、できてるっていうね、そういう飾り物っていうんですか、観光地なんかでね見かけることあると思うんですけども、あれですね、まあ、実際のジオードは長い年月をかけて、長い期間ですね、ゆっくりゆっくりこう結晶が析出するんですけども、大体半日とか1日とか、これ実質半日ぐらいなんですけど、まあ、短い時間でミョウバンの結晶をですね、まあジオードに見立てたものを作ろうというそういう、実験です。中にできてるっていうよりは、ちょっとグズグズこう取れちゃいましたけど、こう周りにも結構ついちゃってるんですけど、まあ、雰囲気ですね、まあ、ジオードの雰囲気はできてるかなと。実質半日ぐらいなので、もうちょっとこう濃度を調整してゆっくり析出させれば、もうちょっといい感じのができるんだと思うんですけど、まあ、雰囲気ですね。これ卵の殻なんですけど、生卵ですね、取り出して、この殻の部分ですね、この内側のその卵殻膜が実はへばりついてるんですけど、それをこんな感じでこうこっち側をこう割りながらですね、爪でこう割りながら口を広げていくんですけども、その時にこう卵殻膜を引っ掛けるようにしてこう剥がすといいですね。こう卵殻膜を割りながら、こう割りやすいのでちょっと気をつけながら膜をこう剥がしながらですね、まあ、うまくすると結構いっぺんに取れるんですけど、この卵殻膜を剥がしといた方が、後で結晶、そこにキラキラとした結晶がつきやすいということがあるようです。ですけど、特にこの口の、この開いている口の近くですね、この辺をしっかり丁寧に取るといいと思います。で、乾いてきちゃうとなかなか剥がれにくくなってしまうので、濡れてるうちに爪で引っかくとか、まあ、スプーン使ってもいいんですけどね、結構割れやすいので、まあ、爪で引っかく感じでいいと思います。はい、でこの後一旦これ乾かして、ちょっと乾かす時間をちょっと省略しまして、この後ですね、この卵の殻ですね、この殻に内側にですね、この木工用ボンド見えてると思うんですけども、結晶がつきやすいようにですね、種結晶を後で付着させるんですけど、結晶がつきやすくなるようにこの木工用ボンドで内側をこう、まあ、糊で塗っておくといったことをします。この入り口のところにも丁寧に塗っておくといいと思います。こんな感じですね。この入り口の近くの部分を丁寧に塗るといいと思います。次にこのボンドがだいたい乾いたらですね、このミョウバンの粉末ですね、カリミョウバンですね、カリミョウバンがいいと思います。この粉末をですね、内側のこの糊の部分ですね、ボンドの部分にこうまぶすと、さらにですね、これ事前に作ってあったんですけど、
この種結晶ですね、まあ、これはまあ入れなくてもいいんですけど、比較的こう透明で綺麗なのができることがあるので、種結晶を作っておくといいと思います。こんな状態ですね。なんか仮ミョウバンですけど、ミョウバンの水溶液です。飽和にはほど遠いんですけど、一旦溶かす前ですね、こう粉末なんかから溶かすとこう色が濁ってるんですけども、一旦まあ、煮沸に近い状態にして、今75度ぐらいまで下がってるんですけども、冷まします、ね、で結構温度が上がるとですね、かなりの量ミョウバン溶けてしまうので、そこら辺のさじ加減が、難しいかなと。あんまり濃すぎて温度高いとこから析出させると細かすぎちゃうし、かといってゆっくりゆっくりですね、冷ましてからゆっくりゆっくり結晶化させると、あまりにもこうあんまり大きすぎてしまうこともあるので、まあ、そこら辺が、調整がちょっと難しいところであります。今70度ぐらいまで下がっていて、卵ですね、その地黄土にする卵ですね、これスプーン使いますけども、これをゆっくり沈めるという感じですね。あとはこのまま冷まして結晶が出てくるのを待つだけです。半日ほど経ちました。だいぶ大粒の結晶が出てきてる感じですけど、